まで向かっていきましょう。上の席から全然聞こえないんですよ。よろしくお願いしますね。続いては旭川カルカの皆さんです。 OK OK 盛り上がっていきましょう。さあ、今日はですね、第1回の公演もご出演いただきました旭川歌舞伎会なんですけれどもね、また若返りを図りました。今回のテーマは鳴る風です。時に優しく、時に力強く吹く風を目に見えるように、音で聞こえるように表現します。旭川歌舞伎会の皆さんです。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました旭川歌舞伎会です。ご覧の通り少人数でございます。そして全体的に小粒揃いの歌舞伎のメンバーです。そして本日2度目の演舞になります。それと今年最後のステージになります。元気いっぱい踊らせていただきます。よろしくお願いします。歌舞伎界、聖地中
歌舞伎会でした。どうもありがとうございました。